トゥ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 いや、今日風呂上がりホクホクですね。よいしょ。ゲーム実況始まるよ。今回は、実況、エイクスニシの洞窟らしきとこから、ファミコンジャンプアイアイ最強の7人、FC、NES、RETR を、レトロゲーム、なります。いや、かっきゅうこの後に行かなんで、気合いで。ご講師です。埼玉の夏が暑すぎるのでドリンクバーのサイズの氷が作れる製氷機を買いました。やはり冷たい方がドリンクはうまいですね。ちなみにあれですね、夏バージョンのナレーションちょこちょこ追加してます、はい。まあ、さっきも出ましたけど。じゃあ、では始めたいと思います。コアモ法事、本日もよろしくお願いします。ファミコンジャンプ2最強のナレーションやっています。前回は、フォレスタ東山の奥か。薬草を取って、で、薬草、あれですね、マルスとマルでしたっけ、まあ、あれはもうですね、その動物で亡くなっていましたね。幽霊として出てきて、で、まあ、幽霊と一緒に、イエアさんでしたっけ、ところに行って、薬草を渡したっていう感じですね。で、まあ、最後に、なんだっけな、その霊が悟空に移って、で、悟空の姿で、最後のですね、セリフを言ったっていうのはですね、はい、まあ、なかなかいい話でしたね。なかなかいい話でした。で、その後に、さらに南行ってカプセルコーポレーションか、行って、まあそこの、ボスを倒したっていう感じですね、普通に。どこでしたっけね。普通にそのまま、なんか地下かなんかに何度もあったんだっけ。いや、違うな。そっか、ちょっと移動したとこ、北に移動したとこにあるか、ダンジョンがあって、そこでボスを倒したっていう感じか。あ、で、まあそこは、なんか、まあ洗脳されてたっていう流れだったんですけど、まあそれが治って、っていう感じです。で、そこで、船をゲットしまして、で、船をゲットして、東の小さい島をさらに南に行くところで、エイクスってところを見つけて、で、まあエイクス行くと、西の洞窟に、なんか、誰かいる？で、探してくれよっていう話でしたね。で、まあ、西の洞窟探してるところで、まあ、前回それっぽいところを見つけたんですけど、これが西の洞窟かわからないですね。やってみないとわかんない。まあ、早速やっていきましょう。うい！で、ナレーションはなんかね、ガンガンどっかでのタイミング追加して、季節ごとに分けると思ってます。完全に、あれですね。自分の自己満のコンテンツでありますけど。どうかな？行ったか、OK。さあ、色違いが出てきましたね。当たんねえ。いや、また通常攻撃がね、ダメよ。ふい。近いよ。いや、範囲使ってきやがった。いや、ちょっといて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 。いや、範囲いってよ、バカ野郎。いや、ひさふさ聞いてくんねえときついっすね。あ、聞かねえ。ちょっと待って、後ろから狙えるようにきついっすね。いや
やべえな、アクサス死ぬぞこれ。バウンじゃねえよ、やべやべやべ、うぅ死んだ。くそ。いやー、強え、敵が強え。もう後ろから殴らなきゃ倒せねえじゃねえかよ。ちょっと待って、今、金いくらあんだ。いや、もう1000預けてきますね。もう死んでもいい状態にするわ。いや、もう外の敵も強いんですよね、普通に。ここに行ってまだレベルが足んなくなってきてるかもしれないですね。いやー、どうしてますかね。こいつあんま当たんないんですよね。アリゲーター先倒すか、とりあえず。とか食らってるもんね。おかしいよな、2は。とりあえずこいつ刺して、で、りょうさんはこいつを倒して、たーちゃんは、いけねえか。いや、死んだ。いや、きついきついきつい。いやー、たーちゃん死んだ。きつい。めちゃくちゃ難易度だっけーな。とりあえずこいつは倒せますよね。だと思うんだこいつか。いや、後ろに行ければ勝てるんですけど、いけるか。いや、もう後ろ殴りがメインになっちゃってますね、強すぎて。いや、これはしんどいっすね。いや、ちょっととりあえず金預けてくるか。いや、もう1000でも残しておきたいです。大量に死ぬと思うんで。いやー、もう死にゲーと化してますね。もうすりゃいいんですけどね。めんどくさいんですよ、これ。中で死んでも経験値もらえる状態に、しときたいんで、まあ、とりあえずはこれでいいっすね。何回か戦闘して死んだとしても経験値もらえるってことになりますので。いや、こういっちゃうとデフォルトで入っちゃうんで、ね、セーブしたいんですけど。とか言って外出るとエンカウントしだす。もう建物ゼロエンカウント、マジで立ち悪いっすね。リセットされねえのかよっていうね。残ってる、入る前の状態が残ってるんですよね。来た来た。もう新しいのばっかっすよ。いや、これ後ろはこっちでいいのっすかね。いや、違うのかよ。ちげえのか。いやー、どうしてなんねえかな。通常攻撃で強すぎるか。こっちで攻撃されても厄介なんだよ。ちょっとずれて、おびき寄せるか。いや、でもあいつは範囲使ってくるんですよね。そんな範囲使ってくるんだ。さそうだ。いいかよ、クス。やっぱ通常攻撃じゃダメっす。いやー、あれきついっすね。いやいや、きついきつい。ちょっともうあれ食らった時点で瀕死じゃねえけど。いやー、参ったねこれ。たぶん順番間違ってんだろうな、急に強くなったもんね。いやー、もう飛ばしてがね、勝てないっすよね。1
かよ、最悪だ。やっぱ、火力が、ま、あれですね。足りてないですね。いやー、これ今行くべきとこじゃねえんだ。だったらもうちょい探索しましょうか。いや、これ勝てないですね。1しか当たんねえもん。無理だよ。2でしょ。こっちは問答無用で範囲2食らってますもんね。やべえやべえやべえ。いや、無理無理無理。いや、こんなん無理だって。死んだ。死んだ。いやー、無理っすね。すいません、無理です。いやー、ちょっと、じゃあ、どうしよっかな。いや、エイクスのとこから探したいんですけど、まあ、いっか。ちょっと、この辺は、今いるとこをちょっと探索しますね。で、あと、あれっすね。地図に関してなんですけど、まあ、あんまりないんで、ですね、説明書。あと、任天堂のホームページから説明書を見て、そのワールドマップをちょっと参考にしようかなと思っています。なんかね、星マークが7個ついてるんで、おそらくこれは、あれですね、何の戦士がいたところじゃないかなっていうのが、そうですね。こんな、あれですね、行ってないところがわかりやすいんで、かなりいいかなっていう感じですね。王子です。ガシカの近くの道路でポンポン野球をやっていたのですが、近くの畑にボールが落ちておじさんによく怒られていました。いやー、そうなっちゃうよな。くっそー。倒せない。いやー、これで倒しましょうか。いやー、この雑魚ですら苦戦してますもんね。この雑魚ですら倒せないっすね。やべえ、死ぬ。いやー、踏むんじゃね。あーちゃん、いやー、ダメだ。ちょっと待って。まずこいつ倒して、あーちゃんが、こいつを倒して、後ろから狙えるか。うん、いやー、これ刺されるでしょ。いやー、まあそうなるよね。いや、これ無理だな。ちょっと待って。あー、間違えた、間違えた。ちょっと待って、間違えた。やべえ、やべえ、撃たれ、撃つな、撃つな、撃つな、うん。いや、薬を使おうと思ったんですけどね。油断さえしなきゃ薬れるもんないじゃねえよ。いや、クソ難易度だな、もう。いや、狙いはちょっとしっかりやってるしかないっすね。追い寄せて後ろ狙いちょっとやった方がいいっすよね。例えばイオンさんの場合は、まあいいか。で、たーちゃんをどうにかしてこいつを近づけさせたいんですよね。いけるかな。よし。OKOK。僕はこいつを倒して、で、りょうさんはこの下のやつですね。で、ターちゃん、ターちゃんでしょうか。いやー、ターちゃんこいつ狙うかじゃしょうがないかな。そっち倒しやがったか。動力がやっぱ、一気に上がれば、あいつ、後ろに行きやすいっすね。最初から絶望的。いやー、後ろに行けねえんだけど。
いやここ以外の場所でちょっとめぼしいとこ探しましょうか。無理だわ。こいつらですよ、強いですもんね。いやもう先制攻撃とか、先制攻撃された時点でもう負けですからね。逃げるしかないんですよ。あ、ちょっと待って、尿意棒あんな伸びてんだ。尿意棒だからか。なるほどね。尿意棒の特技をしてあるか、リーチが上がるのか。一角猫。いやぁ、大変っすね。とりあえずこいつ狙うか。あんねえと思うけどな、うん、でしょ。あ、とりあえず一体倒すな。2食らってる。いや無理だよ2は。石きた、石きた。うーん、なんで、ごめん。いやー、こいつは先倒すといいような気がするな。後ろ向きにならないんですよ。ちっちゃいやつ基本的にダメっすね。また石でしょ。1回は食らうかもしれないね。 OK、 耐えたんだ。うん、 OK、 倒した。なかなか面白いですよね。今までの RPG のやり方できないですからね。カメハメハ。よし。いやー、これ一気に2体1体ですね。よいしょ。OK、ナイス。で、パーちゃんはこいつを倒すです。倒せなかった。やべ、来た。うん。オッケーオッケーオッケー。確率はそこまで高くなさそうですね。来たら最悪ですけど。2体いけますよ。2体行きたいっすね。いや、いけねえか。いや、いけねえか。いやー、しょうがないっすね。じゃあ、いいっすか。いやー、こっちにするか。よし。OK、耐えたわ。クソむずい。クソむずいわ、このゲーム。サイバイマン。これは、二人いけないっす。じゃあ、こっちのサイバイマン。サイバイマンにカメハメ。まさにドラゴンボール。弱いですね。この辺からあれか、若干的に弱くなる。うん。OK。
経験値多いっすもんね。もうちょっと上も見てみましょうか。つってもウッドマン出てきてるからあんま変わんないっすね。思い出しました。あれですね。スーパー武闘伝のセルですね。セルがこの言い方します。カメハメです。よし。木王子です。私の分身はヒグマです。悲しい。何ゲースーハミなのに、確か帽子ついてるんですよ。必殺技を使う。こっちはなさそうっすかね。ぐるって回ってさっきの洞窟があるとこか。ああぐるっと回っただけです。いや、最悪だ。ああ、じゃあちょっと別の帯域行きます。最悪ターちゃんを別のやつに変えないとダメかもしんないですね。武器を更新できてないんで。まあ別の街見つけたらもしかしたら武器更新できるかもしんないですね。それにかけてみましょう。うー、耐えた。オッケー。2体いきます。あー、下さーか。あ、ダメっすね。石直るがどんどん増えてきます。いやー、この石かかる想定なんでしょうね。結構な確率。今んとこ一回もかかってないですけど、奇跡的に。あ、ボン。あ、お嬢さん2体いけるね。いや、いけねえか。いけるかな。いけるよ。あ、どうしよっかね。2体行きたいですよね。こっち狙うか。強いのいくつだったら多分一番高いのあれですね、高い武器を売ってる前田大尊ですからね、おそらく。あ、そっか、ヌルボトークンでした。そうでした。説明書頼りにしましょう。説明書。ここは多分行ったとこなんですよね。ってことは、この辺は何もないですね。
上の大陸はちょっと気になるかな。上の大陸の西の方はおそらくね、あの7人のうちの2人がいたと思います。パッと見悟空とタルルートかな、うん、だと思いますね、まあ、配置的に。的に確かに南西に来てますもんね。さっきの動物は南西ですね、どっちかっていうと。なんで西って考えると上の大陸の方が合ってんじゃねえかなっていう。そうです。敵を見れば多分分かると思うんですけど。そうそう、とか城っていうか街の中入れなかったのそもそも順番的におかしいですよね。あ、ここっすね、ここは。いや、あれスライムだ。ちょっと待って、スライムじゃねえけどあれいや、行ってないっすね、ここ。うん、行ってないっすね。じゃあここ寄ってみましょうか。これ何でしょうね。おっと、どうだいこのビデオ工事長、なかなかのもんだろ。でもヒーローさんの役に立つのはここにはないな。うわー、ちょっと待って、まだここに来るべきとこじゃないってことですかね、もしかしたらいらない。どっかやっぱビデオを手に入れないといけないんですね。あの、急コンマンか。急コンマンだったらそこそこ強いですね。しか当たらないっすね。使っちゃおうか。いやー、倒せねえのかよ。来た、ボンボンいやー、耐えた。いや、寝やがった、めんどくせえ。あ、死んだ。いや、寝てる、あいつ死んでるわ。しんどいっすね。もう一回、ああ、やって。もうちょい数を減らしたいっすね。あ、行ったか、行ったね。ああ、こいつは気がなかった。でも殴るかも。あ、地震で起きてますね。ってことは、この辺も合ってんのか。この辺も多分合ってるんでしょうね。やっぱ、ここで洞窟を探すっていうのが一番かな。敵も弱いですね。さっきのとこに比べたら弱いですね。いやー、木邪魔だよ、木。何もしてないときは、防御にした方がいいかもしれないですね。うん、OK、ヨーさんともいいし。通常より食らわないと思うんですよね。
ネットマスク、おっと新しいの出てきたぞ。いや新しいの出てくんのかよ。はい。つえ。いやーなんで2しか当たんねえんだよ。OK。あえて必殺でいきましょうか。下もいけねえかな。よし、オッケー。いやあの位置だと逃げちゃうんでダメだな。どうしよっか。こっち先倒すか。いやいやもうここであったこの西はあれですもん、7人とは違うんですよね。いやアリゲーター言えますもんね普通に。これ敵じゃないですね、アリゲーターだけか。サンタいけるかな。いったね、うん、でこいつを倒して倒せねえのかやつ。あの位置から届くんかよ。いやいやいや死ぬ死ぬ、あぶねえ。たまんの早いっすね。こうやってたらやっぱ、上がるな、普通に。もう、8000ですもんね。さまよってる間に。かな。
かい。お、いいね。バブン。いやもうクソ演歌全然進めねえよ。なんでこんな今日はクソ演歌なんだろう。いつも以上にクソ演歌っすね、その。本当にからかえないっすけど、ね、その。平地を歩きたいですね。いや、それでも円滑すんのか。ひどい。いや、本来のエンカウントになってきたの。これが本来のレトロゲームのエンカウントですよ。最初あんなにエンカウントしなかったんですけどね。特に悟空編とかね。これが本来あるエンカウントです。あー、届かね。見やがった。しかもうずい。これだ、向きないんじゃないですか。ないっすね、こいつ。いやー、だるいなぁ。離した方がいいっすね。睡眠がうざすぎる。いや、ちょっと、範囲睡眠やってきやがった。いや、じゃあ、範囲睡眠はうぜえな。よし。いや、結局ねえのかよ。ちゃんと全部探した方がいいっすよね。体育は違うんですで、こっちは、そら、これ悟空の町だから、そうっすね、これ悟空の町。なんか話したらなんか言ってきたな。なかなかのもんだ。でもヒーローさん、いや、ちょっと何を言ってんだ。なんかバグってますね。バグってる。よくわかんないっすね。履歴かなんか残るんですかね。バグだと思いますけど。ああ、ないか。じゃあ、別のとこ探すしかないっすね。いいっすね。もうちょい探索しましょうか。エースだと思うんですよね。まあ、そこ何もなかったら次は南のルートをちょっと攻めてみよう。こっちは行くかね。3体いけるね。あればいけんな。11ぐらいまで上がればいけるとかだったらいいんですけどね。
で、タワちゃんはいけねえか。じゃあもうこいつ先倒すか。よいしょ。魔法師です。配信1万本あたりを目標にしたいですが、60歳超えますかね。あ、ちょっと待って、ここに1個あるな。これかな。いや、これっぽいな。ちょっと待って、なあ、こんなとこにあったよ。こっちが正解か。全然違う方言ってましたね。いや、そうっすね。敵一緒っすもんね。あー、ここだ。オッケー。いや、すっきりしました。だいぶ先の洞窟でしたね、あそこ。いや、失礼しました。いや、これなんとかクリアできんじゃないですかね。いい感じ。で、おそらくここクリアして、地震が止まるんで、あれですね。地震が止まるんで、リニア界乗って、ドルなんとかってとこに行くっていうのがですね。どこにキントーンがあるかわかんないですけど、キントーンさえ取っちゃえばね、もうどこでも探索できますからね。そう。金預けた方がいいかな。金預けるか。細かいけど。やっぱり違う敵が出てきましたから、普通。いや、でも3当たりますね。ってことは、もうなんとかなりそうだな。金だけ預けます。うん、2当たってます。いや、あれが1とかでしたもんね。絶対無理でしたよね、1は。判断としてはいいっすよね。1とかだったら絶対クリアできないよっていう。レベル足りてないよっていう判断ができますよ。くそ、いやいや、年間とクソだよ、マジで。もしかしたら、右のあいつは正面だと当たらないかもしれないです。ほらほら、正面が多分ガード式なんだ。なるほどね。近づいてきたとこ後ろに行くしかないですね。いや、ちょっとその位置無理だよ。まあ、横でも多分大丈夫だと思いますけど。こんなやついたなって思って。思い出しました。あ、この位置ダメなの？いや、ふざけんなよ、こいつ。一個ずれた状態、5000預けてきますね。ドラゴンレイドも全然使ってねえな。3周目。そういえば。男女に行くときのおみ、あれ、お決まりとしましょうか。金を預けるっていう。うん、じゃないと金、多分次の更新のときは絶対買えないと思うんですよね。今の時点で結構ギリギリだったので、税分のそもそも買えないですよね。天元天元天元。お、なんかいるね。こいつかな、あれか、探してくれって言ったやつ。俺はこう調査している。地震の原因がここにある。あ、ビンゴビンゴ。うん。
え、何、親父がそれならええと、ここの調査もあんたに頼もうかな。別に怖くて言ってるんじゃないぞ。もう、オッケーオッケー、帰る帰る。あ、でも、こっちに行きゃいいってことですかね。巨大なマップを探すとこういう現象が起きるからね困りますよ。いいよ、そう当たんないっすね。いやー、これめんどくさいっすね。パーチは必殺を使ってるって欲しいっすよ。まあ、当たる当たる、こいつ当たるんですよ。あ、こいつまた全体攻撃なら当たるのか。なるほど、そういうくくりになってるのか。よさわけ。あ、OK。よっしゃ、上がった。いや、もううろちょろしてたおかげで悟空のレベル上がりましたね。ひさすら強くなったってのも楽しみですよね。アイキャリア、ちょっと石のやつじゃねえか。石のやつだぜ。お、来たね。貫通式になってる。オッケー、ついに来ましたね。今すり抜けてましたもんね。いやー、これ先倒すといいっすよ。余計にいけるけど、OK、呼ぶんじゃねえ。いや、もう石タイプ呼ぶんなよ、マジでうぜえな。で、ほら来た。やぶねえ。こいつは倒せますよね。で、ヨウさんはこの2体狙っていきます。で、ターザー。トゥルントゥルントゥルンじゃねえよ。貫通しきれない。ああ、石だから当たんねえかな。石だから、ああ、でしょ。アリゲーター。いや、現れた隣に、あれす、敵いるんじゃねえよっていう。パーチャの隣に配置すんじゃねえよっていう。一体いけるかな。ああ、ずれた。そう。いやー、どうしよっかね。こうしたら一体いけるか。背中の文字が SP に見えるんですけど、気のせいですね。OK。めはめは。よっしゃ、綺麗にいったんだけど、はい。テングテングテング。テングテングテング。ああ、で、アイテムの説明書、アイテムの説明そこそこ載ってたんですけど、やっぱグレネードボムとかあの辺はやっぱ攻撃でしたね、戦闘です。
強いかどうかまで書いてなかったんですけど。通常攻撃しか効かない的にそういうのを聞いたら、するとほっぺたを噛まれます。すめねえないか。いやー今日のエンカウントマジで絶望的だわ。いやー母ちゃんじゃ俺狙いねえしな。攻めきれないのはやっぱ武器が弱いっていうのはありますよね。死んだ。貫通ができるはずなんで、このタイミングだと2体倒せますね。こっちでもいいか。これ2体だった。で、たーちゃんは。いやー、どうしようか。これ2体あった。いやマジでクソだよ今日のエンカウント。いやどうにかしろよこれ。いや全然進めねえんだけど。いやひどい、考えてひどすぎだろこれは。待機して乱数ずらしましょうか。いやそうでもしれちょっと変わればいいんですけどね。あー間違えた、危ねえ。よいしょ。ちょっと乱数ずらし。マジ1円かクソすぎる。配置悪い。せっかく悟空が使えるようになったのに、配置が悪すぎだよ。いやらしいとこに行ってね。あくまで悟空に複数攻撃させないっていうのを悪意を感じますね。ああ、そこの左上あたりかもしれないですね。ピュンピュンピュン。よし。
かゴーラーでしょ。いや、まあ、行っちゃうか。宝もなさそうな。今回シンプルに終わるかもしれないです。ターちゃんの立場がなくなるぐらい僕が強くなって、アルミホイボーは貫通式なのかちょっと貫通しなそうですよね。そのでやっぱターちゃんの方が分がありますかね。ついた。めちゃくちゃ速かったっす。ミス。ここよくここを嗅ぎつけたね。お察しの通り地震の原因は私、いえ私の坊やさ。あんなところにトンネル掘られちゃ困るのさ。なるほどね。リニアーカーをする起こされちゃ困ると。地震というのもなかなか有効な攻撃なんだよ。あんたもたっぷり味わうがいいわ。さあ私の坊や出ておいて。どっから出てきてる。いやハースハンマーってちょっと見たことあるぞこれ。いやこれ次のところの、ちょっと次のところのやつに出てきてたぞこいつ。洞窟で。いや、 やっぱ早すぎましたな。早計すぎました。に当たってるもん。いや、こんなのすぐ倒せるよ。当たんね。正面アウトか。横からだったら普通にいけるかも。ああ、私の坊や。めちゃくちゃちっちゃかったっすけど。くそ、私はドクターメス。覚えておいて。うわぁ、逃げるんだ。また出てくるんですね。いやぁ、ドクターシリーズがなんか、何体か何とかにいるってことっすよね。もう、クリアかな。あ、エンカツするのか。エンカツするのはトップ出るかも。いやー、もうなくなってんじゃねえかよ。買わねえとダメっすね。マジか。やったあれ。いやー、このゲーム魔法の概念がねえからしょうがないっすよね。あれ？ちょっとあの階段ありましたっけ？階段一個降りたんでしたっけ。
そんな広くないからいいですけど、ね、木王子です。雑談ですがリライブ食で効果があったのは薬局からの飲食料。ハメハメペットボトル2リットル2本とか明るかったですね。腕で持つのが良さそう。てんげてんげてんげ。いや、マジで宝一個もなかったな。え、そんな奴がいたのか。奥に行かなくてよかった。軽いな、軽いっすね。当たるかな。母ちゃんどうしましょう。いや、その位置はきついっす。その位置は。なんだ。一応まあここまで来たら右見ますね、とりあえず。ないっすね。だから0個。急に手抜いてきましたね、宝に関しては。そんな位置当たんねえの、まさか。あれは当たんない。テンゲテンゲテンゲン。戦った分他の仲間の経験値もらえてると思うんですよね。前見た感じだと。だからまあ、あんま気にせず、メンツは。じゃあ、街に戻りゃいいんだよな。どこに街があるかちょっと覚えてねえんだよな。大陸だと思うんだよな。いやー、わかんないっすね。わかんねえ。探索するか、せっかくなんで。これ上から来たってこといいのかな。ってことはこっち行ったら街か。全然西じゃねえじゃん。あれちょっと、あ、これさっきの。いや、違うんだ。ちょっと違うな。あの、橋のさらにあれか。東の方か。ってことか。そういうことか。橋を渡って、もうちょい先に多分あるんだけど。強いな、こいつら。よく下がって1レベル上がればいい感じになるってことですよね。11じゃねえから心配。
を境目に多分全員化けるんだと思うんですよ。必殺技の、あれかな、能力アップするんで。この下がイリウスか。まあ、そうですね。そうでした。いや、船乗ったからわけわかると思ったんですね。じゃあ、ミニアカイノって名前ですね。ミニアトレインが走るんですよ。どこに依頼された？このじいさんに依頼されたんでしたっけ？もう息子は無事でしたか？ありがとうございます。ささやかなものです。これ、あ、くれるんだ。招待券。これで乗れってことか。リニアトレイン乗れますぞ。地震が収まり、リニアトレインのテストが始まるでしょう。ちょっと待って。テレポをちょっと買いたいですね。あ、じゃあ、この辺は。あん。あん。なかったっけ、ここ武器屋だった気がするの。あ、ここ道具屋はねえわ。まさかの道具屋配置してねえっていう。なんか座ってないよ、もう。そこ座ってない。あ、もう普通にありました。ケープマシン。石直で1個か。いらんですね。いや、結構そこそこ高かったです。世界で初めてリニアトレインが完成しました。ご招待券はお持ちの方お乗りください。テストは成功せよ。実用化する。ジュニア駅を運営いたしました。ニアドレイのテストドライブを開始します。いや、まさかのリニアがすでに存在する世界観っていうね。夢の世界ですね。止まった。ちょっと事件起きてんじゃないか。事件起きてるよ。マジかよ。申し訳ありません。落下事故が発生してしまいました。その先の出口から避難所に抜けます。しばらくそこでお待ちください。なんとかします。いや、もう行くしかねえんじゃん、こんなの。ありがとう、折れねえわ。わあ、こんな岩が当たってたら俺たちぺちゃんこだったよ。ありますね。うわー、ダンジョンになってんの最悪だ。なんかあるってわけじゃないですね。うわー、ちょっと行けるとこいっぱいあるんですけど。来たね、これ系か、これ系。
いや、うまくエンカートしてねえからいいけど。ここは正解だ。ご当地です。最近の携帯は優秀すぎて買い替え不要ですよね。2年買い替えの安売りが流行っていますが、アプリ系の携帯方が面倒いんですよね。穴がこの穴はなんだろう、なんか変な音が聞こえるけど。職員の人です。ご苦労さん、怪しげな電波をキャッチしました。聞いてください。ユニアトレイン、破壊、失敗。あ、破壊しようとしてたんだ。なるほどね。これは最近世界を脅かしている謎の連中なのでは。電波はかなりの強さでしたが、すぐ近くにいるのかもしれない。いや、もう、僕の連中って、もう完全なテロリストじゃねえか。地下通路の亀裂の奥に何かありそうで調べてもらえませんか。頼みましたよ、僕。あ、こんなになってるの。事故の原因を突き止めないと発車できないそうです。困りました。うわぁ、やべぇ、止まれるんですか。当時の時使ってたんです。いやぁ、壊れなくてよかった。ははここに来るんだ。いやぁ、なるほどね。一応セーブができるんですよ。なるほど。あー、ちょっと待って、これ神殿に繋がってんの。いや、本気神殿に繋がってんの。わー、神殿だ。なるほど、感じになってる。避難所か、オーリック城も通されてるし。マジか、あそこだって中入れなかったっすね。ちょっと試しに、オーリック城行ってみましょうか。これ中入れるんじゃないもしかしたら。そんな裏技はないっすけど。あ、いけねえか、やっぱり。ここはオーリック城。予想もいるわけにいかないです。いや、よくこっから来てんのに、そんな深い感じなんですよ。大神殿から来たって、まあ、わかんないんですからね。いや、オーリック城行けってなったら、このショートカット作ってもよさそうです。通してもらえるかな。やっぱ穴のところに行って。ここに入る。気をつけてください。なんかいるね。戦闘になるかな。でしょう。セキュリティロック。さあ、どうか試すか。あ、どうか。ここはゴールじゃねえのか。うわ、エレベーターになってる。そう来たか。うわー、すごいとこに来たね。いやー、じゃあなんかドラクエ式っぽいな、こっちなんて。迷路系ですからね。いや、ほぼ一緒っすね。こんな範囲なんだ。あ、
が使っております。通してくんねえぞ。これ別ルートから行けってことか。こっちか。いやこの位置合ってないんですけど。いやきついやーこれ。でも高さめっちゃ高いな。また厄介な配置取りしやがって。これで壁あるいやさ、その位置当たんねえのかよ。押してどうにかしろってタイプですかね。あんた手伝ってくれんか。壊れたロボット穴にしてんでやってくれるか。助かったわ。なるほど。全部捨てろってこと。でもあれとか無理じゃん。これ無理じゃね。ああ、そうなんだ。なるほどね。ああ、やっぱドラン形式より多分緩和されてる。あ、落ちちゃった、落ちちゃった。落ちちゃって。いや、すいません、落ちちゃいました。いやモッサンをかます。操作が狂った。くそ。余計なこと。いや、この状態でもクリアできそうな気もするけどね、通れるようになったって。満足していなくなりやがった。くそ、自由人すぎだろマジで。散々配信の邪魔をしてる。あ、この位置も絡まれんだ。なるほどね。戦う必要ないっすよ。元さえどうにかすればいい。ディゲンじゃしょぼいんですよ。ここも邪魔してやる。超至近距離カメラ当たんねえのかよ。いや、これ当たるのランダムなんだ。またこのパターンっすか。すごい、1しか当たんねえんだよな。
ご工事です。ゲーム実況チャンネルにようこそ。レトロからチョイするや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。ドラえもんよりエンカウントしてる気がするんだもんね。最初だけでそんなエンカウントしたら意味わかんねえ。忙しいのは邪魔せんでくれ。ガードロボのデータをロボテール様に送らないとならんのだ。ロボテールってのがいる。そのガードロボのデータっていうのがビデオ式だったらもしかしたらテレビで見れるかもしれないですね。そんなオチにはならない。ここ通れねえんだ。ビデオくるやつどこにいるんだろう。映像見れるんだと思うんですよね。あ、テレビのところで使ったりする。エンカウントで通常エンカウントもあるからマジで鬱陶しいっすね。よし、カメハメハ。あかん、危ねえ。通れねえ。いやー、しくったな、くそ。よし。邪魔くせえ、マジで。欲求がねえじゃん、あんなの。くそ。最高。いやー、行けないが、いやー、行けなかった。くそ。いやー、行きたかったっすね。三体狙うんであればここですか。
いやー、悟空の移動力マジですごくなったね。届くんだっていうね。よし。両津、ちょっと両津11になったら必殺上がんなかったよ。いやー、こういうタイプもあんのか。なるほどね。これはさらに上に行きゃって、あー、しかもこれあれか、ちょっと押すタイプのやつじゃねえ。あーと、ここ頭使えと。じいさんのとこは予行練習っていうだけでしたね。普通に落ちちゃいました。さあ考えましょう。でも簡単だよ。こう行って下からグーって回ればいいときじゃん。通れるよ。あ、どうぞ。あ、ショートカットになった。ショートカットになりました。あれか、BB をどっかで解除して、こう通っていけばいいのか。これだるいっすね。そこ当たんねえじゃねえかよ。いやー、ちょっと、この位置はもう誰も当たんねえよ。くそ。微妙にずれて当たんないっていう。いや、なんもできねえよ。母ちゃんに任せましょう。制御装置なんかあるの？ドクターメス様は天才科学者。いや、ドクターメスかよ。ドクターベース続いてんだ。我々はここで新しいロボットの開発をしている。いたー、ドクターベースいたー。またお会いしたわね。今度は前のようにはいかないよ。私の頼もしい彼がお相手だからね。ドクターは下がっていろ。彼っていうのよ。これ人形だろ。下がっていろ。あんたは俺のメンテナンスに必要だからな。貴様らの相手は、まずは、ドクターの新作にしてもらう。そうね、別のタイプができてよ。うわぁ、ちょっとすげえいっぱいいるんですけど。なんだこの展開。バトルジャケット。いやー、大丈夫だと思いますけどね。行ってみる。3、4か。あとは使えるな。そうそうそう。あのでかいの戦うと。みんなロボってことする。ビビ、なかなかやるな。俺はロボテール、ロボット軍団のボスだ。俺はマスターによってガラクタから作られた。だが 見かけで判断すると痛い目を見るぞ。では戦おう。見た目は気になりますね。なんかこけしみたいに見えるんですけど。ロボテール。あ、テールか。なるほどね。テールが、はい。そうですね。他のゲームのテールって出てくるわ。プレイするかは置いておいてゲームのリクエストが
受け付けております。 YouTube や DM あたりで何かしらコメントください。ちょっと当たってくれるとありがたいですけど、じゃあ当たるね。当たんねえ。いやーこれ難しいっすね。通学でどう見えるんですか。また頭使うタイプですかね。これでもなさそうですけど、わかんねえ。なんかやってきましたね。これ当たるんだ。これ当たるのね。いや、そうでもねえ。いや、かなりランダムっぽいなのね。いやー、じゃあその位置当たんのかよ。きつ。いや、悟空狙われてるね。いや、ランダムしか見えないですけどね。いやー、睡眠とかやってきた。当たんねえ。マジで当たんねえんだけど、なんだよ、こいつ。いや、意味わかんねえよ。当たった。ああ、このタイミングで一回だけ当たるとかですかね。でも、もう死んだけど。いや、もうセルみてえな技使ってくんじゃねえよ、この野郎。状態で1は当たったことですね。当たんねえのかい。いや、その当たんねえとどうしようもできねえな。なんだこれ。いや、もう長期戦確保でやってった方がいいかな。じゃあ死んじゃった。できるんだよな、回復したりする。この状態で一回必殺技をぶつける。あ、いった。 OKOKOK。 やばい、危ねえ。ああ、間違えた。ちょっと、いや、それは間違えた。いやー、あるかな、回復。よかったよかった。パーちゃんですかね。なんで両ツイが動いてたんでしょうね。いや、必殺技で当ててるしか意味ないような気がしますけど。条件がいまいち、あーやべ、そっち行っちゃった。くそ。条件がいまいちわかんない。よし、た、オッケー、よし、と、よくわかんなかった。あ、パタパタした後に1だけ当たるってことですかね。1刺さじゃないとダメっていうね。ビビブーギーゲームシュー。あー、私のロボテールが、人間こんなに強いなんてね。あれ？逃げたんですか？いなくなったんですか？よくわかんなかったっす。人間がつってるのはよくわかんないですね。人間じゃないんですかね、ドクターメール、メスは。
これでいけるようになってる。あ、いけるようになってるね。あ、これ宝の回収ができるんだ。なんかね。メンカートもしなそうですかね。あ、なんもなかった。ティングティングティング。グレネードも、ああ、こういうの母性使えってことだったんだ。なるほどね。メガグレネード。いや、そうですよね。当たんなかったっすもんね。よく倒したよ。スリビンでなんとかって感じか。じいさんもいなくなってますもんね。うん、じゃあ出ましょう。NPC が誰一人としていなくなってるっていう。まだダンジョンの BGM ああ、やっぱここは何もなかったんですね。あ、どうした？こちらの作業は終わりましたが。え、基地は壊滅？じゃあ走っても大丈夫ですね。それじゃあ行きましょうか。お待たせしました。あ、もう岩もどかしたってことなんだ。あの岩どかすの早すぎじゃね。そんな勝ってねえと思うんですけど。しか立ってないと思うんですけど30分ぐらいですね。これまた別の町ってことですね。ああ、そうっすね、これだ。無事にたどり着きましたね。ここはドランドルです。トリンドルみたいな感じですかね。トリンドルみたいな感じですね。こち亀に行ってますね。リニアトレインのテストが行われたらしいんだ。乗りたかったな。すーげー走ってますよ。車っていいぜ。あんたも運転してみなよ。完全にこち亀の街になる。ちょっと運転中に話しかけないで。この街は車多くてパトロールが大変。あ、これは警察か。そうですね。りょうさんのところにいましたもんね。全く関係なかった。うん、車ばかり多くてのんびり散歩もできん。あんたも気をつけないと引かれちまうぞ。かなり引かれてると思います。どうだい、新車だぜ。でもあまり乗ってないの、忙しくて。うちの子が車を買ったんです。事故には気をつけてほしいわ。私も運転したい。免許を取ってから。タクシー乗り場みたいなとこあるんですけど。ってことは車をゲットできるんですかね。なんかビルもあるし。ここは道具や武器、あ、じゃ武器あんじゃねえけど。武器あんのか。学ラン着てるんで。南の一軒家で武闘家は修行してるの。武闘家、ほう。武闘家は武器を使わないって本当だね。うとうとしたら断られてる。誰でしょう、武闘家。タオパイパイですか、ね、銀の武、あ、それターちゃんの武器じゃないか。ターちゃんの武器来たね。ああ、じゃあこれは買いましょう。あ、気がね、ちょっと待って、精神ネットじゃねえか。どうしよっかな。ちょっと待って、グレネードを預けに行くか。女でも使える武器ってないかしら。なんか母船で使えそうですよね。それタスク後回しにして海藻で、海藻セーブして。増えてやまなく
く年俸制をやめたのですが、今は年齢的に普通に貯金できるのでいいかな。ボーナス額も上がりましたしね。こういうアイテムはラスボスとかで有効であれば、なんか最後にまとめて使いたいですよね。来なきゃいけないですね。金がいっぱい持ってるんで。招待券。招待券もういらないっすね。もういらねえよ。存在って言ってるのは、あの組織と言ってるんですかね。よくわかんないですね。もっとまがまがしいのがいそうな気がするけどね。ピッコロ大魔王みたいな。走って車に話しかけるといい度胸だ。何を？銀の部分や。ハボの剣って桃ですかね。桃が剣系ですかね。さあ、あとは防御があるかちょっと確認しましょう。あ、1かよ。いや、1かよ。待ってましたの武器だったんですけど。お、来た。これ、防御屋だ。来たね。オッケー。来た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 。来ましたね。格闘技。いやー、ちょっと待って、たっけーな。ですね。ターちゃんがジャングルパンツで、バトルスーツが両つか。いやー、ちょっとガッツ、下ろしてこねえダメだな。ちょっとまず悟空に買ってあげますね。全額下ろしていきましょうか、とりあえず。いやー、ここに来て金作戦のダメか。足りればいいっす。いやー、しかも2上がりますもんね。いやー、これは必須だわ。こういう買ってなんとかあれっすね。最初に戦った動物とかもしかしていけるようになるかもしれないっすね。また戻んなきゃいけねえ。戻るか。忘れずに。いほら、もう、あいつら金預けたし正解でしたよ。無理っすもんね。いつ死ぬかわかんねえゲーム。金が半分になった時点で金策はちょっとだるいっすもんね。1万か、足りないでしょうね。確か、あれですかね、両津のが9000円ぐらいしましたね。まあ、とりあえず両津のやつを買ってあげましょうか、じゃあ。
ベル差はつくと思うんですよ。両先1万ですか、はい、ここあんま変わんないですね。1000ぐらいなんだ。9200、いやもうすぐ9200は高いよ、りょうさん。りょうさん、部長のツケにしてもらえないですか。部長のツケでいいと思うんですよ。いや、こんなものは部長か所長のツケにしてほしい。所長でもいいっすよ。なんでりょうさんのためにこんな金を使わなきゃいけないんだ。この車のドライバーさん、ここは駐車禁止だ。怒られてる。駐車してんでしょ、この辺で。はるか南の島の天まで届く高い塔が立っているとは。高い塔がある。ほうほう、南の島。いや、ちょっと目のとこか。どっかで多分行くことになりそうですね。はるか南。天まで届く。すごいっすね。天空のあれですかね、塔ですかね、これ。高い塔がもう。いや、ドラクエ4じゃねえけど、完全に。塔の上にはカリン様というブース、あ、そっちか、そっちだ。カリン様というブースの神様住んでおられそう。来た。ドラゴンボールじゃねえけど。あ、これはドラゴンボールなんだ。じゃあ、カリン様。悟空がその辺を知らないってのもおかしな話ですけど。悟空さん一度カリン様にお会いになるけど、やっぱそうですね、来たね。カリン様できっと力を貸してくださると思います。また超新星もらわないと。お、来たね、ワープ。これ結構ワープゾーン多いっすね。なんか、まだ見る必要なさそうですね、オーリック城が登録されてたんで。で、ドランドですね。やっぱドランドルはまだなんだ。まあ、ドランドじゃなくて、オーリック城の情報は今んとこ一切ないですね。車乗ってるとこ見たの。すごいっすね。細かいっすね、演出が。うわ、広いな、もう。なんか新しいの売ってんね、スリーパー。何に使うんだよ。とりあえずこれやってみます。私バイトでーす。こんなに広がって忙しいんでしょ。こう漫画ないのかな。薬屋であるわけねえ。こういうお店に生まれたかったな。ここにクリクリ頭の部と、おっとー、ちょっとこれクリリンのこと言ってますかね。え、今日は来たらみたいな。クリリンか、まさかのクリリンですか、ね、トイレを借りようと思ってきたんですが、まあ間に合わなかったです。まあまあ、タオパイパイもハゲてますからね。そうそう、なんとも言えねえな。タオパイパイでしたっけ、ハゲてた。まあ、天津飯とかもハゲてますからね。トレインテスト成功しました。これから実用化に向けて、あ、これ電車のとこか。あ、そうですね。あと行ってねえのはこのタクシーとあそこの上のビルか。いらっしゃいませ、レンタカーショップへようこそ。レンタカー500銭。いやー、高い高い高い。どっかでちょっとこの辺遊んでやるかもしれないですけど、今は高いんでね、やっときます。必要だったら買わないといけないですけど。はい、社長はおりますが、約束はありですか？はい。そうですか、ではどうぞ。本当かよ、約束あんのかよ、これ。そんなあっさり通れましたけど。それではお会いできます。おっさんが噛んでくるときに野生の目をしてきます。本当
当に愛情表現なのでしょうか。そうですけど。地震は収まったけど、街の外は怪物がいるっていうし、仕事してる場合じゃないのかな。うん、どうしよう。群発地震で地面が盛り上がって、南の家は塞がれてるの。からじゃないといけねえんだ。塞がれてたんだ。あそこはうちの輸送船が使ってるのに困ったな。なんとかし入江の盛り上がってやめを壊せないかな。でっかい怪物はぶっ壊してくる。大陸を挟んだ真ん中のところにね、小さい小島と、あと確か水面とかで前見たね、家があった。この二つをとりあえず行く感じかな。あんた知り合いに怪物いない？いるわけね。怪物？何の話してんだ、これ。いや、こんなもん悟空がやってくれるっしょ。悟空で行けるっしょ、こんなもん。社長はお忙しいのでお話し合おうや。これが社長か。おう、あんたがわしじゃわし。地下鉄のとこの基地で働かされたじじ。あ、なるほど、いたね、いたね。あんたが悪者たちを退治してくれたおかげで帰ってこれたんじゃ。あんたジャンプワールドのヒーローじゃろ。わしを助けてくれたあんたじゃ間違いない。友人のラニング博士が、あ、ラニング博士知ってんだ。はい。ヒーロー宛てにこれが届いたんじゃ。さあ受け取りなされ。ラビングビデオ1、来たね、来た。いやー、これでビデオ組んだ。いや、1ってことはいっぱいあるってことっすよね。来たね。早速ビデオデッキで見てみるといいだろう。民家のビデオデッキで見ろってことか。いない。なんでここに置いとかねえんだよ。いや、ねえじゃん、ここ。民家に入るしかねえってことか。その辺のどっかしらで多分あるですよね。例えば、ここの家とか。いや、だもしかしてこの街、テレビの概念ないんですかね。いや、車が走ってんのにテレビがねえとか意味はわかんねえっすけどね。あたたたた、ありました。ここで使えってことですよね。じゃあ使ってみましょう。ラニングビデオ1。何ここ。何これ何 ?7 って書いてありますね。これ7ですかね、数字の。いや、よくわかんねえよ。ああ、これ、順番覚えとけばいいってことですかね。まあ、その7、何見ちゃ7って書いてあったの、それをメモっときますよ、こっち。預けに行かないといけないんですけど、状況、いやー、まあいっか、とりあえず進めますか。どんどんめんどくさいんで。お、敵は一緒か。ちょっといけるといいんですけど。あー、ギリいけねえ。くそ。いや、うまくできてるね、このゲームはもう。母ちゃんも強くなってるはず。上がってないですけど、うん、おい、距離だったらいける。至近距離だとずれる。あ、当たんないんですよ。なんか広そうだな。どこにいるんだろう今。
真ん中のとこか。でもど真ん中ですね、世界地図。これがあれです。見せられないのがちょっとすごい。あれですか。視聴者の方は、任天堂のホームページに、ですね、ファミコンジャンプ2で検索すると、説明書が出てくるんで、まあ、それを見てください。それか、攻略サイトとかにもあるかもしれないですね。だいたいどの位置にいるかっていうのをちょっとイメージつかせながら、見ると面白い。先倒してもいいっすね。こいつはめちゃくちゃ強い。いやーもうこいつついに出てくんのが、なんだかんだ。ほい。ついでにドラゴンボールもチェックしましょう。あるじゃねえけど、あんのかよ。いやー、5分の大陸のような気もするけどね。いやー、もう普通にやっぱこいつ出てくるわ。強いっすね、この敵。強えよ。でも、確実に1体ずつ出てくるわ。3人でやっと1人ですよね。強えよ。もう2回投げたね。なるほど。確実にやっぱ火力上がってんだ。ちょっと後ろからさせるといいんですけど。2回投げる。2倍ダメージとかだったらありがたいんですけど。うわー、ちょっとそこの小島じゃねえかよ。いや、だるいっすね。ちょっとそこ行けねえじゃねえかよ。あれ経由で行けってことか。神殿経由で行けってことだ。なるほどね。いったわけじゃねえか、一回も消しなくて。とりあえず、ありそう、あった、ちょこちょこ見てて、あったところは、やってるっていう感じか。また、火力上がってればいいですけどね。2しか当たんねえじゃねえか。ボンボンボン。ケツ向いてくれるのありがたいですね。全体攻撃してくるのってほしいですけど。よし。うん、それ以外はこの大陸のなさそうっすね。南行っちゃいますか。いやー、それ行き止まりじゃねえ。くそ。いや、でもありそうですけどね。いや、もしかしてこの辺調べたらあるかな。カメハメハ。リョーツ。こら、両津。倒せねえ、くそ。ああ、そう、ターちゃんだけ防具が変えてねえんです。だからか。
そうだ、そこをどうにかしないといけないんですよね。当たってね。いやーこの位置じゃやっぱダメなんですよね。とりあえずこいつを倒して、空想をここでしょ。あ、ありそうっすね。うん、いやー、もう知らさせてくれよ、エンカウントしねえでも。これ。あー、間違えた。くっそ。いやー、無駄ってますね。オッケー、よし。じゃあとりあえずこいつ。うん。で、2体いけるかな。あ、オッケー。アーチャーはこっち来ますね。よいしょ。うん。オッケー。はい、オッケー。よっしゃ、ドラゴンもらった。久々に撮った気がしますけど。もういけそうっす。ターザンをしてる感じには見えないですよ。ターザン以外であれを使う場面があるってことですか。どんだけエンカウントしてんだよ、マジで。いやー、これ南に行けるような、あー、なんか家、小屋がありますね、小屋がある。何の小屋やね。あれかな、クリリンですか。あー、来た来た、クリリン来た。いたよ、クリリン。よう、悟空じゃないか、久しぶりだな。いやー、天津飯じゃなかったっすね。俺になんか用かい。南の島、あー、カリン島のことだな。カリン様に会いに行くのか。でもそこの入り江が塞がっちまったから船は出せないし、なんとかならねえかな。いや、山を崩せればいいんだよな。うん、ああ、そうだ。悟空、ご飯はどうした？ご飯がいけんの。なるほどね。はいはい、ご飯連れてこいって。満月を召して大皿で変身させれば山を崩せる。いや、すごい展開っすね。まだ満月じゃないけど俺に考えがある。ご飯をここに連れてこいよ。パフッとの村だったよな。おっと、クリーンが連れてきてくれんだ。あ、来た来た、ご飯来た。よし、連れてきたぞ。僕に何か。ご飯、お前の力を借りたいんだ。さあ、これを見ろ。え、何ですか、クリリンさん。いいから俺の頭を見るんだ。頭を見て満月させるんだ。なるほどね。そうっすね、そんなシーンありましたね。頭、ツルツルでまるでお月様みたいで。ぐわー。大猿になるの。でも戦闘の BGM。 うわーすげえ。薄い色してますね、おそらく。すげえ、岩壊してます。よし、ご飯もういいぞ、てやー。クリーンはご飯の尻尾を切った。あー、すごいっすね。クリーンの対策はもう完璧っすね。どうだ、岩が壊れたぞ。僕どうしたんですか？なんかしちゃったんですか？
いいんだご飯。さあこれで先に行けるぜ。船は持ってるんだろ。南に下るとカリン島の他に亀仙人様の家。ドラゴンボール祭りですねこの辺は。もしあったらよろしく言ってくれ。本当は俺も一緒に戦いたいけど、きっと足手まといだしな。ご飯は俺が送っておく。それじゃあ頑張れよ。僕どうしちゃったんですか？なんかしちゃったんですか？何も気づいてないって。ああ、ここでクリア修行してたんだ。まだあれですね、毛が生えてないクリリンなんで、まああれですね、修行する時代のクリリンですね。ここを通ってって、こっから船に乗ってってのはあれか。ああ、なるほどね。じゃあ、2時間経ったんで、パートを開けますね。ちょっと休憩を挟みます。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。次回はカリン島と、ですね、亀仙人のとこを目指すっていう感じですね。それでは、バイバイ。高評価、拡散などをお願いします。また、Twitch フォローもお願いします。